元でぐずっと潰したニンニクをまず投入です。このアヒージョ、油使ってますが揚げ物じゃないんですね、いわゆる煮物、油で煮る、そういう感覚でやってください。ここに辛いの好きな人は鷹の爪半分に折って投入。もうすでにいい匂いがしてきました。そしたらですね、まずお肉だよね、うん、そしたらですね、まず鶏の胸肉、こちらを丁寧に投入していきましょう。ママちゃんが食べやすいように小さくカットもしました。こんなちっちゃい料理は思いやりです。相手を思って作っていく、それが料理です。何でいくかな、そしたらマッシュルーム、生マッシュルーム、ちょっと茎の多い部分を切っていきます。マッシュルーム丸ごと好きなんですが、やはり女性はね丸ごと食べれないんで半分カットしてます。それからスライスでもいいんですけどね、やっぱりマッシュルームのこの歯ごたえ、キノコ類の歯ごたえっていうのはやっぱり醍醐味でございますので、そこは残していきたいなと思っている次第でございます。丁寧に巻き返しながらですね、なるべく少ないオリーブオイルで揚げていくのがいいと思います。もったいないですからね、油も煮物です。アヒージョってのはもう煮物です。ちょっと肉はね先に入れたので、キノコとマッシュルームとチェンジ、そういったこともしながら、このちっちゃい鍋ですのでね、今日は特にそういったこともしながら、この胸肉っていうのもね、いろいろちょっと火を入れると硬くなりますけども、まあ、やはり最初のカットの仕方、繊維と真反対に切っていくということでちょっと柔らかくなりますし、またこのオリーブオイルと合わさっておサラサ感がちょっと少なくなりますよね。ここにお店の味、これを一口入れます。それとお店の味になります。誰がやってますか。好みです。からお塩少々、煮立てたと弱火にして、上がらないように、上がってしまわないように気をつけてください。では最後に、はい、完成です。で仕上げにトマトをポイポイ2つ並べて可愛く入れてください。これぐらいでいいかな、はい、はい、
最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃん、グッドいいねボタンもお願いいたします。では次回、バイバイ。